皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、本をプレゼントしてみませんかというテーマでお届けいたします。あなたは1年間でどのくらい人にプレゼントをしているでしょうか。自分のことを振り返って考えてみるとですね、年に数回ほどしかないかもしれません。私の場合ですと、例えばこのような感じです。取引先とか、仕事の仲間、あとは知り合いのところに行くときに手土産を持っていくといった感じです。ここ3ヶ月ぐらいやっているのはですね、取引先に顔を出すときは、当然ですね、事務とか、経理の方は女性の方が多いので、その女性スタッフ向けにスイーツなどを買っていくことがあります。その他になるとですね、あとはもう家族でクリスマスプレゼントだったりとか、誕生日プレゼントだったりとか、というのが皆さん方もですね、1年間の行事のようになっていると思いますが、私の場合はですね、どちらかというと、催促されて買う方が多いので、プレゼントと言えるかどうかはちょっと疑問です。さて、先日人材派遣会社のイマジンプラスの笹川優子社長からですね、郵便っていうのかな、荷物が届いたんですが、なんだろうと思って中を開けてみたらですね、こういった、本が中に入ってたわけですね。これプレゼントということで温かく、ありがたくいただいておいたんですけども、寺島実郎さんの中東エネルギー地政学というね、なんかちょっと難しいようなね、タイトルなんですけども、この寺島さんっていうのはね、確か、商社かどっかに勤められていて、イスラムとかね、このイラクだとか、そちらの方に赴任されたりとか、いろいろグローバルに活躍されて、現在はテレビのコメンテーターなどでもよく見かけられると思います。まだちょっとね、残念ながら読んではいませんけど、これからゆっくり読もうかなと思っております。はい、それで本をいただいて思ったんですけども、何か、例えば食べ物だとか衣類だとか服飾がその他もろもろをプレゼントするのもそれはそれでいいんですけども、本をプレゼントするっていうのはなんとなくこう大人っぽくていいなとか、あとは本っていうのは食べ物と違ってですね、一生涯こう持つことができるというね、例えば1年に1回ぐらい読み返してみるっていうね、そうすれば10年、20年と、持つっていうか、時々は読み返したくなる本に、かもしれません。そんなことを考えていくとですね、本っていうのは奥が深いなと思う今日この頃なんですね。で、その本でもしかしたら、その人の人生が変わるかもしれないということも考えられます。たまたまこれも先日聞いたんですけども、ある30歳の経営者、実は弊社のクライアントなんですけども、その経営者がですね、ある一冊の本で自分の人生が変わったと言ったんです。で、その本というのは、お母様から、20いくつの時なんでしょうかね、22、3の時にこの本読んでみたらと言って渡されたというんです。で、非常にですね、いい親子関係で、なんかお母さんもきっとタイミングがいい時に息子さんにその本を勧められたんだと思います。で、このようにその本で人生が変わって、今は彼は30歳とまだ若いんですけども、経営者としてですね、非常に、急成長を遂げて、その業界では注目株なんですね。本一冊で人生が変わることは、もしかしたら多々あるんではないでしょうか。そういった意味でもですね、何か本をプレゼントするっていうのは、大人の、気の利いたですね、振る舞いの一つになるんではないかなと思いました。笹川さんどうもありがとうございました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。